お待たせしました。発車いたします。動きますのでご注意ください。 失礼いたします。お待たせいたしました。デザインお待ちいたしました。
地域には多数生産量全国一を誇る大川市の家具や竹細工や瓦などの伝統的工芸品、また生産量日本第2位を誇る小麦や巨峰会食地である久留米市田主丸町、日本有数の酒蔵数を誇る久留米市城島町など、筑後を中心として生活に密着した豊富の魅力的な地域資源があります。この列車はこれらの沿線の地域資源を発信すべく、コンセプトにローカルトゥートレイン、街をつなげてきたレールが人をつなげる時代へお掲げ、多くの沿線の資源を搭載しております。本日はそんな筑後地域の魅力を少しでも感じていただくきっかけとさせていただければと考えております。また当列車では福岡で活躍するシェフをお迎えしてご提供させていただく料理をご用意しております。使われているテーブル、椅子には家具の町大川の職人の手作りによる家具が使用されております。1号車工房と2号車厨房の壁には1987年、昭和60年に全体使用を開始し、明治本田線全体で300両余りの車両を保有しております。電車の車庫としてだけではなく、日々の点検や修理、車で言う すごいですね。やっぱ中で火を使えないんで、火災とかに。あ、なので電気なんですね。大体あの、このところも IA ですね。はい。
一応リフレッシュ休暇になります。お待たせいたしました。肉のプレートでございます。豚肉のブラチョウでございます。失礼いたします。体調不良と戦いにしたところでしょうか。失礼いたしました。お待たせいたしました。こちらですね、豚ロースブラチョウって、イングリッシュだとブラシオレとか、グリルポークロール、ブラシオレ、イタリア語なんだよ。列車の進行方向が変わりますのでご注意ください。Thank you.